これは川辺寺徳が書いた会議メモである。名誉会長の総高等罷免に先立つこと約5ヶ月、平成2年7月16日と18日に日研を中心に学会破壊の謀略を僧侶が話し合った全貌がここに書かれている。このメモの流出に驚いた宗門では、平成6年1月6日見解を発表した。総監の藤本は、2つの会議は存在したことを公式に認めると同時に、メモに何回も書いてある追放という言葉にことさら言及し、これは追及の間違いであり、これが本当に川辺の筆跡であるならば、本人の勘違いか主観で書かれたものであると、誠に苦しい弁明を行った。一方、当事者の川辺は、あれは俺のもんだよ、文章はな、俺の文章だ、で、流出したのは俺の不用意であったと、事実だよ、俺の字であることも言っとく。 11.16 のスピーチが発端という宗門、それを覆す物証の会議メモ。この会議で川辺が見たものは、その時の日研の言ったことは、これ以上誰も騙せない。平成2年12月13日、宗門より突然お尋ねと題する文書が送られてきた。内容は11月16日に名誉会長が行ったスピーチに問題ありとしたもので、ゴホッス承認に対して不敬の発言があったとか、果てはベートーベンの歓喜の歌を言語のドイツ語で歌うのは方々であると必要に追及したものであった。それに対して創価学会は23日お伺い文書を提出。そしてそれから4日後、突如名誉会長の総高等罷免が通告された。お尋ね文書を出してからわずか2週間、誰もが認める世界高専ルフの大功労者である名誉会長をわずか2週間の猶予で切り捨てたのである。まさに計画されてでもいたかのような電撃的なやり口、実に計画されていたような。創価学会分離作戦 C 作戦、この C とはキルを意味する英語カットの頭文字を取ったものである。この計画作戦の目的とするところは、池田名誉会長を総高等職から解任し、日蓮召集は創価学会とは無縁の宗教団体であることを一般世間に公表し、創価学会組織の徹底壊滅を図り、もって純粋なる信仰に基づく金王無欠の組織の再編成を目的とする。今まで日研はその存在すらも否定してきた。宗門は新作戦を前から考えていて創価学会を作ったとか、そういうことを学会、これは学会に言っておるわけです。まあここではっきり言っております。地位作戦なんてことを考えたこともなければやったこともありません。どんな問題が起こってもいつも否定し続けているが、小欲知足と言いながら温泉で豪遊にふけり、芸者に囲まれ楽しむ、これも日研。ホッスであるにもかかわらず禅寺に墓を建て、それが見つかるとあの墓は共同墓地の中にあると言い訳し、呆れた住職がそこが共同墓地でないことを示すために、ついには墓地に柵を設けた。禅寺墓問題の顛末も最後は日研の負け。
53カジを数えたずさんな納骨管理の現状。しかし総本山大石寺も墓園の違法造成で書類送検される始末。その大石寺の住職、これもまた日見。さらにシアトル売春事件、278本桜伐採事件、まだまだ数え上げればキリがないが、全てが日見のことである。ここまで問題が続出する官庁が他にいただろうか。そしてここに現れた会議メモ、決して前導をしていこうとしていたのではなく、学会に対して罠を張り巡らそうとしていた日見の心が見えてくる。同時にそこで踊らされていた宋の滑稽な姿も見えてくる。あれは俺のもんだよ、文章はな、俺の文章だ。で、流出したのは俺の不用意であったと、事実だよ。俺の字であることも言っておく。西方会議。東京都文京区西方の閑静な住宅街の中にある大石寺東京出張所。この一室で会議が行われたことから記されている。西方にて夕食、芸家八木関川辺。芸家より当初四通を見せられる。まず最初に川辺が日見から学会批判の投書を渡されたことが書いてある。八木、関、池田はダメ、池田は治らない、池田を追放すべきだ、など強硬意見が出る。話題は池田追放の方向で進められ、芸家、八木、関ともに池田追放で強硬意見。この後、総監藤本、庶務部長早瀬、障害部長秋元が到着。正式に西方会議が始まった。当初衆務院全部長、内事部役員が集まり会議を開く予定だったが、川辺が天下公開で会議を開くようなもの、例のメンバーで会議を開くべきだとの意見から、芸家、総監藤本、早瀬、秋元、八木、関、川辺のメンバーで西方会議が開かれる。例のメンバーという一言に現れているように、学会破壊の極秘の打ち合わせは過去何度か行われていたのである。会議はまず連絡会議での衆門側の要求事項を確認、そしてその場での対応が協議された。1、明日の連絡会議では今回の問題の引っ掛けとなった仙徳寺、是正寺問題、その他衆門の問題を忌憚なく言わしてもらうと学会が言ってきているので、その話は聞くだけ聞き。2、その上で徳財財務の件について信徒からの投書を証拠に追及する。3、池田追放の線を出す。この恐るべき陰謀の急先鋒、首謀者として最も強硬な意見を主張したのが日見であったことが、この後はっきりと書かれてある。特に芸家は池田追放、徳財財務中止と激しい口調で強調されていたが、川辺がこんなことを現状の衆門でやったら諸刃の剣となる、やるならまず衆門の綱紀を正し、その上でやるべきだと。また藤本も当初は伝聞、本人に電話で問い合わせ伝聞と分かるであるので根拠に問題があると諌めた結果、芸家および全員のトーンが下がる。結局学会攻撃の根拠に使おうとした投書が所詮伝聞に過ぎないことが判明したが、日見は決して諦めようとしなかった。日見にとって名誉会長のカットが大目的であり、大義名分は二の次だったからである。しかしこの日は結論が出ないまま18日に再会議が行われることになった。あなたは C 作戦はあったと思いますか？衆門の方でわざわざね、相手を落とし入れるためのことをやるということはできませんよね。仏さんというのは慈悲を教える立場の人でしょう。
で辞表を教える立場の人が作戦を練るってことは相手を陥れるってことだから、そういうことを許されるはずがないんですよね。そんなことをね、例えば本座がやるとかって言うんであれば、私は二条城市の坊さんやってらんないもん。そんな主門だったら私いませんよ。もしそれを無政策さんの主門だからなったんだったら、もう私自身が主門に握りつければ、これがあり得るとするとしたら、もうそれこそ、これは明らかはすげえ人種人格差だなってなるわな。もうこれはもう本当にノーランサだよっていうことになるわね。これはもう大陸店の魔王そのものだなとか言われてもいいことになるかもしれないけど、どのようなところからその言葉が出てきたのかわからないんですけど、あの全然宗門でそういう言葉使ってませんし、そういうような考え方っていうか、そういうような行動っていうか、そういうことは実際にはないですね。そういうことを計画的にね考えること自体ありえないことだと思うんですけどね。それは僧侶の考えることじゃないですよ。ご僧侶の皆さん、ご協力大変ありがとうございました。西方会議から2日後、大石寺大書院において御前会議が開かれた。16日に引き続き、ここでも僧侶にあるまじき陰謀の裏舞台が明かされてゆく。学会破壊をめぐって同じメンバーが黒い心で協議していったことが詳しく描かれている。御前会議。ここでは最初に場所を決めるので混乱があったことを伝えている。御前会議が大書院に変更になったのは、当初大奥妖魔新大奥と盗聴を恐れて思案の末大書院となり、あえて障子を全部開放し会議。何かに怯えているかのように機密漏洩に気を配っていたことがわかる。最初に庶務部長の早瀬から前日の連絡会議の模様が伝えられ、その後16日同様謀略の具体策が練られていった。そしてここで特に注目されるのは作戦名の決定の下りである。川辺、それではこの作戦は G 作戦だ。芸家、それは違う、 C だよ。C 作戦と命名したのは実に日賢であった。そしてついに日賢は今年の1月6日、初登山において、まあ残念ですね、神秘な言葉があるいは出たかもしれない。今まで C 作戦の C という言葉すら完全否定していた日賢にここまで認めさせた威力、それが会議メモなのである。もう少し池田の証拠を集めて C 作戦の時を待つ。これから名誉会長追放の口実を集めていくことは確認されたのだが、作戦決行をいつにするかのタイミングで各々の意見が違ってゆく。川辺、 C 作戦というがいずれはやらなくてはならない問題としても、今この問題をやることは諸刃の剣を持つことになる。やるとしてももっと分析が必要。それよりも大事なことは僧侶の後期自粛は必要。芸家、お前は分析分析というが、分析して何ができるというんだ。激しく怒ったように川辺を叱責。川辺、いえ、後期を正さなくては必ず学会からやられる。後期自粛の指導を教師講習会でやるべきだ。それから学会問題をやるべきだ。藤本、私も川辺の言う通りと思う。今この問題をやれば諸刃の剣となる。川辺、学会相手に戦うときは日韓の政教を相手に戦うことになる。宗門はこれに対抗するものはない。芸家、みんなはこの川辺の意見に対しどう思う。全員無言で川辺に賛成の表情。早瀬、私も川辺の意見の方がいいと思う。藤本、早瀬、川辺らは州内状況が整っていないことを理由に慎重派の立場に立ち、日賢を最右翼として八木主席は即刻決行を主張する強硬派だった。こうしたやり取りは昼食を挟んで午後3時まで実に6時間にわたって続けられたという。
最終的に川辺ら慎重派の意見が大勢を占め、結局池田追放の件は当分見合わせ、僧侶の後期自粛ということになり、来る8月末の教師講習会で後期自粛に関する指導会を開くことになる。日賢が思い描き強硬に推し進めていった C 作戦の7月決行はこのようにして延期されることになった。しかし日賢は虎視眈々と決行の時期を伺っていたのである。このあとメモが示す通り、8月の教師指導会で末次僧侶持続の後期自粛に関する基準が発表された。日賢たちは内部固めの方向で時を待つ作戦に入っていったのである。そんな大石寺開創700年のこの頃、二百箇寺供養をはじめとして小本堂の整備、慶祝の記念文化祭、記念法要など名誉会長の指揮のもと、創価学会が一丸となってさらなる宗門の発展を祈り動いていた。しかしこの時、日賢は学会破壊の野望を胸に C 作戦決行のチャンスを待っていた。巧みに、そして狡猾に相続和合を装っていたのである。12月21日は三重県仏徳寺の落慶法要。それは創価学会の真心を示す二百箇寺供養の111番目の寺院であった。そして6日後の12月27日、突然名誉会長の総高等罷免という予定通りの形で謀略は決行されたのである。日賢にとって竹馬の友であり日蓮召集の賛議、州内一の資料収集家をもって自他ともに認める川辺が書いた会議メモ、ここに書いてある7月に話し合われた謀議は、ついに5ヶ月の時を経て名誉会長の総高等罷免という一つの結論を生んだ。しかしこれが終わりではなく、これが C 作戦の始まりだった。日賢が天馬としての本来の姿を表す幕開けだった。ここに僧侶生命をかけて僧侶が書いた C 作戦否定の誓約書がある。やがて彼らも日賢を信じることがこの一枚の紙よりも軽い価値しかないことを思い知ることだろう。そして自らもその謀略の一部になっていることを思い知るに違いない。一部の薬草からついには宗門の全僧侶まで巻き込まれてしまった C 作戦の陰謀、その全ては日賢の黒い命から始まったものであった。名誉会長をカットし、創価学会をカットし、そしてついには信徒をカットしてきた日賢。 C 作戦とは日賢それ自体なのである。前代未聞の僧侶の犯罪 C 作戦、知らず知らずのうちに日賢と共に倒れてゆく人々、破壊のための破壊への衝動に突き動かされ流転しゆく魔性の存在、それが日賢なのだ。天馬日賢に残されている道はただ一つ、退座のみである。